アベノマスクね。アベノマスクの保管料に6億円とか、それから送料に今度10億円かかるそうですよね。いや、これがね、無駄遣いだという考えもあるんですけども、少なくともこの6億とか10億っていうのは、倉庫の会社とか、それから佐川急便とかね、日本郵政とか、民間会社に使われるんですよね。となると、市場にお金が、 供給されるわけですから悪いいい話じゃないんじゃゃななんかなと、うん、財政出動ですからねこれもねあのこの16億円のためにじゃあ国民から臨時で税金を集めましょうって話は出てこないわけですよじゃあ予算にないこの16億円はどっから出てくるのかなということなんですけどもこれ国債発行ですよねつまりは財政出動していただいて あれですよ、日銀がピュッとね万年筆マネーでお金を想像して市場に流すということなんでいいんじゃないかなと思うんですけどね10億円の配送料が市場に流れてでその10億円を手にした配送業者さんがその給料で、まあ、車を買い替えたりね、えー、飲食店行ったりとか。 なんか欲ししいもの買っったたりりととか、かか、電気代払ったりとかするわけでしょ。なんかそう考えてみたら別にね10億円と6億円の16億円の負担を私たちに割り算して求められるようなそんな決まりはないわけですしねどうなんですかねこれは。なんかなんかいけないのかなと思っちゃうところもあるんですよ。 私が、ね、配送業者でしたら10億円のその売り上げの1,000万でも2,000万でもなんとか入れないかなと思って入札に参加したいなと思うんですけどねもしくは配送業者のアルバイトがこのマスクの配送によってね臨時で募集されるかもしれないなと思ったらそこのねバイトの面接に行くとかなんかあるのかなと思うんですけどねまあどっから何を見るかですねいってらっしゃい。